だ、なんかもう、いや、目チカチカよ。はあ、まぶしい。まぶしい。まぶしいな。あ、暗いな、これ。暗いよね。あ、こっち？でもこれも暗いよね。あ、やっぱこれだよね。まぶしいな、でも。まぶしい。え、まぶしい。目が開かない。あ、これもこ、この、あ、違うよ違うよ、これだ。あ、ほら、弱まった、弱まった光。あ、弱すぎ。あ、これだ、これだね。完璧だ、これで。はい、こんばんは。 できたできた。マイナスとプラスがあったの忘れてた。角度しかできないかと思ってた。久しぶりにほんと電気つけた、これの。あゆは、そう、いやー、ちゃ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 、歯まぶしくない、これで。もう目が痛くないよ、これで。よかった。髪がいい感じに伸びたね。の伸びたよね、だいぶ。もうだってここ肩なんですよ。肩ついちゃ、ついた、ついてる、ついてない、わかんない。わかんないけど、まあいい感じなところまで伸びたの。そう、あともうちょい伸びたら、あの前の長さぐらいまでいく、本当に。でも、そう、切るかな、そろそろ。もうちょいちょっとね、ショートを楽しみたいなって思いがあるから。そう、そうそうそう、切るかなって感じだね。だから一応、まあ皆さんこの長さを、あの、見納めといてください。この長さが好きな方は、わかんない、切らないかもしれないし、ちょっとわかんないけど、まあ見納めておけば、いざとなった時も大丈夫だと思うので。はい。テレテンテンテレテンテン、あ、今日もうね、ツイッター投稿しました。急に、はい、しました。あとは、あ、そう、今日なんか、あの、質問の時にインスタライブやってほしいっていう声があったので、今日久々にこの後やろうかなって今思ってたところ。そう、短いとは思うけど、やろうかなって思ってます。でもね、やっぱショールームもインスタも、そう、友達から時々見てるよっていう、そう、 LINE が来るんですよ。もうそれ来ると今これを見てるかもしれないんだけど、それ来るともう見られてるって思って、ああってなる。わかる？そうなる。やっぱりなんか、なんて言うんだろうね、やっぱなんか嫌じゃない。見てくださってるからさ、友達を見てくれてるから嫌っていうのもあれなんだけど、嫌じゃない。嫌じゃないって、なんか、なんて言うんだろうね、友達だからこそ嫌だみたいなところがある。やっぱり友達とか家族とかも嫌だ。そうですね。いや、あゆ、ほんといつも、もう、まあこんな感じだけど、いつもより喋るかも。いつもより喋るかもっていう、なんか多分一人でやってるから、ショールームは喋んなきゃいけないっていう思いがあるから、
そう、喋り方とか本当多分雰囲気こんな感じだと思う。本当に変わらない感じかな。変わんないけど、あ、いやでももうちょい冷たいかもしれない。友達仲良くなると冷たい時がある、時々。そう、本当に仲良くなると、そうだから、もしかしたらもうちょい冷たさ、なんか B 型あるあるなんですこれ。そう、 B 型あるあるらしい。そうだけど、まあこんな感じ。そう、そうそうそう、ほんとこんな感じですね。なんかあとそのインスタのストーリーのあの質問あるじゃないですか。あれでその友達から来てて、返信しなかったけど、そう来てて、あ、送られてきてると思って、友達から、そう、そのままにした送られてきたけど、もう何にも返さないでそのまんまにしてたごめんねと思いながら、まあ友達だし、そう、今友達とはまあいつでも話そうと思えば話せるので、ごめんねーと思いながら心の中でそう、ごめんねーと思いながら返さなかったそう、そう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 、ごめんねーとは思ってる一応ね。でも今回のね、そう、いつもよりはちょっとね、皆さんのコメントちょっと多くは返せてたから良かったなって思いました。本当に、うん、良かった。なんかあの1ストーリーにつき1個にしなかったから、今回1個の時もあったし、2、3個入れてやってる時もあったから、いつもよりはきっと返せてるはず。そうだからいっぱい返せてよかったな。いっぱいでもないけど、まあいつもよりは返せたかなって思った。そう、いつも皆さんいっぱい送ってくださるから、そう、ほんと全部に返したい気持ちは山々なんだけど、多分あの質問のやつが消えちゃうから、あんま返しすぎちゃうと、それでそう、ある程度に絞って返してる、いつも。そうだから、そうそうそう、そんな感じだね。そう、あのインスタのやつ好きなんですよ個人的に。なんか一回結構あの週に何回もやってた時あって、そうだけど最近はそんなやりすぎない程度にやってますね。そう、多分やりすぎても皆さん書くことはきっとなくなってしまいますよね、きっとなくならないかもしれないけど、なくなっちゃうとあれなので、そう、少なめにしてる、週に。そう、うん、でもなんかストーリーを上げることがなくなったかも、あんまり前ほど。うん、そうだね、それが一番かもしれない。少なくなったね、時々その質問以外のは時々になっちゃったね。ちょっと上げれるように頑張りますね。インスタもそろそろ更新しますね。そろそろ、はい、したいと思います。なので待っててください。なんか今日の前髪いいね今日の朝前髪切って、そう、でももうちょい切ろうか今迷ってるけど、まあいい感じの長さかな。これどう思います、皆さん。ちょっとでもちょっとマスクしてたから、もうしおれては切っちゃって、多分ね、髪前髪セットした時の方が一番綺麗だけど、どうですかね。もうちょい短い方がいいのかな、長い方がいい逆にう
かわいいだってかわいい、よかった。なんかあい、こういうなんていうんですかね、アーチ型の前髪にしたいんですよ。でも一回アーチ型じゃなくなっちゃってから、アーチ型になんなくて、うまくそう切るのが、そう多分一回ね、どうなったかな、一回まっすぐ一直線になっちゃったのかな、一回どっかで一直線になって、それまでこういう、ほんとこういう状態の前髪、こういうこれがこうなってるみたいな前髪だったんだけど、一回こうなってしまってから、ここがあの真ん中も一緒にこう伸びるじゃないですか。だから一緒にこう伸びて前髪を切っても、なんかここはなんないんですよ、うまくアーチ状に。それが悲しい。そうでも、あ、いや基本前髪切るときはアーチ状を心がけてる。そう、そうなの。こっちがうまくあんまアーチ状にならない。こっちは多分利き手だから、そう最近ほんとなんか自分で前髪切れるようになって、そうお願いする時もあるんだけど、自分で切る時もあって、そうこっち側はうまくいくんだけど、こっちがうまくいかないのですよね。そうなんかでも一直線になったのは、そう自分じゃなかったんですけど、自分で切った時じゃなくて、じゃないけど、そうだからそれから結構自分でそう学ぶようになった、学んでやってる。そうそうそう、前髪はね、前髪すぐ伸びるじゃん、その度にやっぱね美容院はあれなので、そう自分で切る技を身につけた。はい、そんな感じ。パッパララン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 、ちょっとまたアイコンに触れちゃうけど、ハンバーガーのアイコンからすごい、ハンバーガー美味しいよね。あ、ハトがいる。あ、すごい、なんかブロッコリーみたいなのもある。あ、すごい、今日もすごい。踊るとすぐ崩れちゃうよねって。いや、あゆはね結構ガッチガチに前髪固めるから、まあ崩れるは崩れるけど大丈夫かな、言うほど。そう結構ほんとガッチガチに固めて、ジャンプとかもして、オープニングだけでもそのあのさほどの崩れ具合にするようにしてる。そう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 、本当にいつもそう、いつも前髪作りまして作ってこうシューしてちょっと乾くの待って、ジャンプして、あ動かなかったら OK って感じ。ちょっと動いくのも平気だけど、あまりにもなんか動いたら、そうやっぱ踊るとすぐ崩れるから、そう動いたらあまりすっごい動いた、まあすごい動くってことはそんなないんだけどそうなんかそうなった時はもうちょい固めたりとか、そうするかな。でもうん、そうだね、そんな感じ。でもなんかね、ここをすごいここ言うんだけど、ここを固めるとここにくっつくんですよ。そうここに、ここがここにここしか言ってないんだけど、本当にここがここたちがここにくっつくから、そう動かなくなるの、動きにくくなるから、あとはこの前髪の上の部分をちょっとかけて OK って感じ。
本的には。そう、おすすめ、ここおすすめ、ここそう、おすすめです。はい、そんな感じで15分経ちましたね。197日目ということで、お見事なんで言ったらいいんだろう、すごいすごいですね。はい、じゃあランキング発表をしたいと思います。13位ひろゆきさん、ありがとうございます。12位スターフラッシュさん、ありがとうございます。11位HANDYMAN さん、ありがとうございます。10位 MZUN さん、ありがとうございます。12位春風亭三丁さん、ありがとうございます。8位 NZ さん、ありがとうございます。7位スリッパさん、ありがとうございます。6位ヒデさん、ありがとうございます。5位ガクシャンさん、ありがとうございます。4位チーフさん、ありがとうございます。3位マエさん、ありがとうございます。2位トークありがとうございます。1位カモンさん、ありがとうございます。見てくださった皆さんもありがとうございました。コメントとか星とかギフトなどもありがとうございます。この後はちょっとインスタライブをしますので、そちらもぜひ来てください。本当に急遽だし、ちょっとなんですけど、ちょっとでまあどのくらいか買わないんだけど、来てくださいはい、ありがとうございました。バイバイ、またね、またねっていうか明日もやります、ショールーム。バイバイバイバーイ。